ここから女子グループになります。最初のグループお入りください。座ってください。一回座って。じゃあ自己紹介お願いします。ブレイキングダウンっつったら、まあ、女子枠飯太郎がやっぱり一番目立ってて、一番調子こいてて、やっぱ私はやるからには一番がいいですよ。だから今回はもう飯太郎しか考えられないですね。正直ブレイキングダウン出る前からこいつのことは知ってて、知ってるって言ったって別に隣にって何なの、隣が地元とかだから何なの、だから何なのっていうのは、まあ、正直別にそこは浅いっす。もうそこは認めます。弱いな口喧嘩。はいですか。あ、バラン姉さんです。ネイリストやってます。同じ階級の人がいれば戦いたいなと思ってますね。とりあえずなんか何を言うっていうのはちょっとないんですけど、とりあえずよろしくお願いします。はい、お久しぶりです。プリンセスこと原亜美と申します。実力はですね、やっぱり経験者の方にはかなり見劣りするものあるっていうふうには自負しておりますが、喧嘩だったら絶対この中では誰にも負けないです。喧嘩してきた数絶対に負けない自信があります。だから私は一番威勢のいい方、そういった方と試合したいと思っております。皆様ごきげんよう。すっぴんが朝倉未来さんに似てると言われ、モノマネさせていただいてます。朝倉未来さんの第2の妹として認められるようにちょっと今日はこうやってきました。加藤日曜日です。シャワーズハッピーお願いします。残念やったな。最悪や。最悪や。だからお鍋、はい、お鍋もういいよ、もういいよ。キャラ作り落とす。はい、私は、185キロ担いでスクワットして、65キロベンチプレスマックスあります。過去に結構いろいろあって、まあ、相方に殴られたりしてたんですよ。人間不信になったりで、社長、元社長令嬢で、去年家庭内裁判がありました。こんな舐め腐った人生をどんでんひっくり返します。投げなので、よろしくお願いします。長なる放送うるさい。うっす。こんにちは、堀江美月です。元なでしこリーガーです。20年間と本気で上を目指してサッカーをしてきたんですけど、このブレイキングダウンに出たくて、去年サッカーを引退しました。そのきっかけをくれたこのブレイキングダウンで結果を残して、で本気の格闘家として上を目指します。ここにいるふざけた人たちより自分のことを選んでいただいた方が面白い試合絶対できると思うんで、選んでください。お前レベルだったら言えよ。誰だよ。朝倉兄弟と一緒の豊橋から来ましたゆうちょすです。格闘家とか空手家だけの喧嘩とかつまらないって自分見てて思って、でブレイキングダウン見たのが初めて3ヶ月前で、そこから自分だったらもっと本当の血だらけとか顔面血だらけとかそういう試合ができるって思ったので、ここかやってほしい。ここの本気の殴り合いができる女とやりたいです。血だらけになりたいって言ってたよ。だからやりたいです。一番重要な彼女は体重が合えば誰でもいいんだっけ。あ、体重が合えばって感じですね。誰も合わんの体重。お前30キロぐらいしかねえだろ。そうだよ。いや太ってきてやるよ。無理だよこいつは。太るせいですね。お前が血抜けよ。お前は私狙いな。誰でもいいの。今日文句言いに来た。別に試合できればいい。一元化ならちげえとこ出ろよ。いやそれでも呼ばれてんだよこっちは。じゃあ受かんねえだろうでしょ。違うとこでも輝けんの、お前と違って。トランクのうんちゃんだけやろな。あれ言い返せない。語彙力ゼロ。私、飯太郎とやりたいっすね。私もやりたいけど、体重無理で合わないじゃん。無理だもん。じゃあ何飯太郎にしたの、お前は。